はい、アトラスラジオの時間がやってまいりました。よく見たら髪の毛が瞑想の寝癖がついてます。寝癖ついてます。いやもうね、なでつけないんですか。瞑想の寝癖がついてますよこれ、はい、あのこの髪型で寝てましたよ、はい、さっき寝てたんですね、瞑想ではなくて昼寝。いや、うっかりしてた、瞑想でした。瞑想してましたね。あ、はい、でもね、最近ね、あのね、僕はね、睡眠時無呼吸症候群だというのが分かったんですよ、それで、枕を抜いて寝ると、呼吸ができることが分かったんですよ。枕を抜く、へえ。で、昨日の夜初めて抜いたんですよ、そしたら4時間もぐっすり、じゃあ枕がいけなかったんですか。そうです。へえ、なるほど、じゃあよかったですね、その解決してね。まあそうですね、しばらく枕なしで寝ます、そうですね、はい、ということでね、この T シャツのマモさんの絵ですか。これムチムチに俺を撮ってる、これをね、 T シャツの絵柄にしてほしいというリクエストが。こんな T シャツ誰が買うんですか。誰が買うんですか。これ意外といっぱい買う人いるかもしれませんよ。ちょっとこの目がなんかギョロギョロになってませんか。ギョロギョロ、いつももっと眠そうですもんね。もっと眠そうですよね、いいですねこれ、目力のある霜膨れの、霜膨れの、ね、いいですね、この T シャツ案が出ています。はいはい、あとですね、前、ちょっと紹介しました、ゆめろうチャンネルの、なんか、オカルトークというやつの後編が出来上がりましたので、皆様どうぞご覧ください。このね、ゴリラの中に入っているのが誰か、わかりますでしょうかね。意外とね、山口先生がいろいろと出演されているかも。いや、もう誰でもいいんじゃないですか。宣伝していただいてありがたいんですけど、オカルトークっていうじゃなくて、こんな状況ですがオカルトークしませんかっていう番組。すいませんね、正式な、すいません、ちょっと長くて申し訳ない、正式な名前覚えきれなかった。中澤先生と、もうかなりガチンコ の死後の世界の話をしております、中澤先生ね、パッと見結構ふざけてるような感じなんですけど、中身はね、結構真面目に考えて恐れてる人なんで、結構面白い話が聞けますので、よろしくお願いします、そうですね、後編ぜひ皆様ご覧ください。じゃあまた URL を補佐官に載せてもらいましょうね、ということ相当あれですよ、あのゆめろうチャンネルに、行ってますよ。そうですか、アクセス数がいってますよ。あ、それは良かったですね、少しでも力になれればと。俺はまだ全部登録してますからね、それは素晴らしい、あともう一つ、あのね、近光ロザリオがですね、6月1日から申し込み再開したらすごい量のメールが来てまして、で、私なんと月水金しか出勤しないので、で、今日初めてそれを見たらもうすごいことになってまして、手に負えなくなってしょうがないから明日も出勤して、あの、処理しますので、ちょっと皆様お待ちいただければと。あ、でもこの放送されるのは明日かな、じゃ全然どうにもなんないですけどね、とりあえずちょっと皆様お待ちいただければということで、一回送ったら多分ね届いてると思うんですよ。で、2回、3回と送ってこられる方がいるんですけれども、ちょっとリストでダブリが生じちゃったりするので、皆様1回でなるべくケリをつけてくださいと、はい、不安になって何度も送っちゃうんでしょうね。そうでしょうね、なんかすぐに返信がないから、あれ届いてないかもって思うかもしれないんですけれども、でも実は届いている、届いている、はい、で、実は私が昨日はお休みの日だったので見てないと、はい、で今日見たら大変なことになって、大変なことになっていましたので、なるほど、明日はお休みだけど出勤しますという、なるほど、なんて真面目な自分で言わないようにという、はい、いいでしょう、たまにはね、いいですね、たまにはね、はい、ということでですね、お便り会始めますよ、はい、ビンタロウ先生、アイムさん、皆様こんばんは、ロータスクラブです。
ロータスクラブさんね、この間、うん、家を追い出されそうになってて、助けてくださいというお話をした方ですね。はい、先日は私の長文をお読みいただき、本当にありがとうございました。はい、文章力の乏しさゆえ誤解を招いた部分もありましたが、親身にお取り扱いいただき感謝しております。またコメント欄にてご助言くださいました方々ありがとうございます、うん、ということでですね、こちらの方はね、あのアーリンさんにちょっと、うん、なんとかしてもらおうということで回しておりますね、うん、はい、私の不思議体験お目通しいただければ幸いです。あれは小学生から中学生に進級する間の春休みだったと思います。髪を切りに床屋さんへ初めて一人で行きました、うん。私は母に言われた通りのセリフ、毛先を揃えてくださいみたいなことを床屋のおばちゃんに告げましたが、おばちゃんは、あら、昨日も来ましたよね、と言うのです。その時は他人の空似だろうと軽く流していましたが、その後何回か同じようなことがありました。それから10年後ぐらいに大人になったので美容院に行きました、うん、そしてまたおばちゃんが昨日も来ましたよねと言うのです。その後また何回か同じようなことがありました。床屋ね、はい、で、うん、床屋さんからね、大人になって美容院に変わったと、うん、はい、ですね、そのうちの1回は友達とショッピングに行った時、お店に入り店員の一人の方が、あ、さっきお見えになりましたよねと言われて、友人と私は今日初めて来た旨を伝えましたが、その方はいつまでも腑に落ちない様子でした。私はこの現象を先回りドッペルゲンガーと呼ぶことにしました、うん、皆様お体を大事に。うーん、先回りドッペルゲンガーね、似てる人がいるってしょうねそうですかね、うん、でもそんなにね、そうそういますかね。いますよ。います先生に似てる人がいたことはありますか？俺に似てる人は聞いたことないですけど、はい、聞いたことないですか？神さんに似てる人はいますよ。あ、そうですか。はい。へえ。神さん妹がいるんですよ。はい。はい、妹さん、本当の妹さんがいらっしゃる。いや、うん、妹さんいるよねって言われて。うん、はい、言われるんです。言われるんですけど、はい、妹いないんですよ。いないのに。あれじゃあ、うん、いや、いませんって、あれ、うん、妹さんがって、いや、はい、いませんって、はい、どうも同じような顔をしてる人がいて、はいはい、それが妹を連れて歩いてるやつがいるらしいです。そうなんですか。この近所に。近所ですか。そこの郵便局でよく間違えられるらしい、うんうん、事務所の近くで。いや、なんかそのうちにばったりとね、会ってあったりしないですかね。一回似た人を見たことありますよ。はい、うん、そっくりでした。はい、うん、街中で見ましたけどね。はい、じゃあいらっしゃるんですね、そっくりの方がね。へえ、ということでね、もしかしたらドッペルゲンガーかもしれないですよね。そうです ね。で、ドッペルゲンガーってこう会ってしまったら死んでしまうという噂の、まあ、そういうふうに言いますけど ね。はい、どうでしょうね。はい、ということでですね、ロータスクラブさんどうもありがとうございました。はい、はい、次がですね、お手紙が来てましてね。お手紙、お手紙です、うん、北海道千歳市の、自営業のペンネーム鶴仙人さん。鶴仙人、はい、男性41歳。41歳、はい、山口敏太郎さん、タートルカンパニーの皆様、いつもお世話になっています、うん、お世話になっています。本当お世話になってる。そうで、はい、敏太郎さんの YouTube はアトラスラジオが始まった頃から聞いています。ああ、そう、ありがとう。はい、初めてお手紙します、これは UFO を初めて目撃した時の話です。うん、僕が9歳か10歳の時なので、1989年か1990年頃です。北海道の千歳市にて、当時習っていた空手の道場に行くため、母親の運転する車の後ろの席に友人の TU と乗っていました。TU というイニシャルのお友達。はい。季節は夏頃だったと思います。時間は夕方で、空はまだ青空に近かったです。友人の TU を乗せてから公園、あ、間違えた、交通公園というところに差し掛かった頃、後方から何かフラッシュのような光の点滅に僕と友人は気づきました。うん、車のリアガラスから空を見ると大きな円盤が浮かんでいました。だいたい高度100メートルくらいの高さに直径で80メートルくらいの UFO です。う
おお、なんか大きなね UFO ですね。うん、ちょっと絵が描いてあるからこれも紹介しようかなと。なんかですね、アダムスキー型の UFO をもっと薄っぺらくした形です。ところどころライトのようなものがついていました。うん、動きはとても速く、 PC のマウスポインターのような動きでした。ん、マウスポインターのような。うん、友人と2人で UFO だーと叫んで運転している母親に見て見てと言い、振り返るとすごい速さで飛んでいき、母親は見ることができませんでした。あの UFO は非物質的なものではなく、とても物質的で、現代の技術でも頑張れば作れそうな感じがしました。UFO の底の鉄板のような部分に継ぎ目もあったので、地球外の高度な技術のようには感じなかったです。僕も友人も後方からのフラッシュによって気づかされたので、何か合図をされたのかなぁと思っています。外は明るかったので、とても強力な光を照らしてきたのだと思います。うん、後日談ですが、あの日に見た UFO はもしかしたら夢だったのでは、明晰夢や対外離脱中の記憶ではないか、長い時間をかけて存在しなかった記憶を形成したのではといろいろと疑ってもみましたが、うん、あれから20年後に友人の TU にあの日に見た UFO のことを聞いたら、はっきりと覚えていました。うん、二人でだよねという感じでした。これからも山口敏太郎さん、タートルカンパニーの皆様のご活躍に共鳴し応援します。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとう。はい、ということでですね、ずいぶん大きな UFO をね、結構間近で、間近というかまあね、100メートルぐらいの高さですか、見たということですよ。いや、もうなんかリアリティありますよね。ね、ありますよね。うん、はい。でまたこれね、地球外の高度な技術のようには感じなかった。うん、ね、地球性 UFO かもしれないよね。地球性かもしれませんね。アメリカが作ってるね。はい、あるいはあのね、うん、はい、そのアルデバランの力を使ってアルデバランの力ですね、ナチスドイツが作ったやつかもしれないですよね。はい、そうですね。なんかでもフラッシュで気づかされちゃったということで ね、うん、そうですね。ね、どんな目的があったんでしょうね。わからないです、ね。はい、ということでですね、鶴仙人さん、どうもありがとうございました。はい、次がですね、はい、山口先生、アイムさん、スタッフの皆様、こんばんは。柊木東子と申します。あ、いいですか、柊木さん。はい、うん、早いもので今回のメールで4通目になりました。うん、ありがとうございます。だいぶ前に実家の霊道の話を送らせていただきますと言った後、焼きそばおじいさんの昭和ネタなどを送って、だいぶ時間が経ってしまいました。うん、うん、焼きそばおじいさんのお話ありましたね。不衛生な。不衛生とか言っちゃう。どう考えても、ね。週刊誌に包んでるとかそういう話ですね。公園で捨ててる週刊誌。そうですね。はい。うん、はい、霊道とはいえ、私がそうじゃないかなと思っているだけなので、あまり信憑性がないので、メールをするのを躊躇しておりました。でもそこで起こったことは、霊道を塞がれたからこそ起こる事象にどうしても思えるので、その道は今でも誰か能力のある方に少しだけ上に上げていただけたらと思っているのです。まあ、霊道をね、位置をずらしてほしいっていうことですね。そうなるとアーリーさんの力、アーリーさんですね、しかないね。はい、さて、一体どういうことが起こったのかというと、まず立地からお話をしなければなりません。実家は住宅地で道路に面しておりますが、門経由で玄関に入るにあたって小道を少し入らなければなりません。今回霊道があると思われるのはその小道です。その小道は先は行き止まりで、奥に平家のお宅があり、あ、間違えました。平家のお宅、間違えました。平屋ですね、きっとね。あ、びっくりした。間違えました。平家が、平家がまだ生きてるのかなと思ってた。奥に。そんな源氏のお宅から逃げてね、隠れてるのかと思ってた。ちょっとね、ちょっとロマンがありましたけどね。うん、はい、すいませんね。はい。奥に、平屋。まだ平家って言いますか。すいません。奥に平屋のお宅があり、その向こうに庭合わせでお宅があるのですが、うん、我が家で妙なことが起こり始めたのは、その向こう側のお宅2軒が建て替えで2階建てにしてからなのです。最初のメールで、お忘れかもですが、庭に建てたプレハブ部屋の外壁を擦る音もその頃で、あ、ありましたね、あのプレハブをこう擦って擦る音が聞こえるという音、はい、擦る音もその頃で、
我が家は深刻ではないんですが、細かいことで何だろうなということが多く発生しています。最初に起こったのは玄関チャイムが誰もいないのに鳴るという現象でした。ピンポーンと鳴るので出てみても誰もいない。それが夜にでもあるので怖かったです。業者さんに相談してみたら結露とかでそういうこともあるということで、結露、はい、で、チャイムを交換したんですが、それでもやはり鳴りました。次は人感センサーが誰もいないのによくつきます。玄関の外の明かりを人感センサーにしてから誰の影もないのについたり、消えてもすぐについたりするのです。私に限っては玄関のドアノブが動いたのも一度だけ見ました。それは実家が建て替えてからも続き、プレハブの話の時にも書きましたが、父がすごいパワーを持っていたと思われるので、その程度で済んでいたのかもしれませんが、庭で足音がしたり、勝手口の人感センサーまでついたり消えたりしました。これはね、本当の人ではないんですね、きっと。ドアノブが回ったりとか、そういうのはね。はい、私が思うのに、我が家の奥の家が揃って2階建てにしたので、家の前の小道の風通しが悪くなって、そこにあった霊道が混乱しているのではないでしょうか。そういえば一度、向こう側に住んでいる奥様に、お家で何か変なことないですかと聞いたことがあって、やはりそのお宅でも全員2階にいるのに、下でトイレのドアが開いてしまった音がしたとか、見ている前でドアが開いたとか、いろいろあるようです。それと、今はもう撤去されましたが、実家の裏にあったお家が廃墟になっていて、昔の家だったので、本当に木が朽ちてとんでもないありさまだったので、そういうところに引き寄せられていたのかもとも思います。実際、裏の家が撤去されてから私の恐怖心はなくなり、だいぶ楽にはなりました。でも人感センサーは未だによくつきますし、庭でジリジリとコンクリートを靴の裏でするような音はするのです。誰が家を継ぐにしろ、その辺はきっちりと信用を受ける方に見てもらってからではないと、住むにも少し怖いのです。決定的な何かがあるわけでもないのですが、こういうじわじわと怖い感じって結構やられるものですね。裏のお宅がなくなった分、本当に楽にはなりましたが、小道の霊道と思われる箇所が解決すればいいなと切に願っています。これアーリンさんにあげてもらいましょうよ、はい、そうですね、これアーリンさんが霊道をずらしたの何度か見てますから、はい、アーリンさんが相談乗ってくると思いますよ、はい、あ、そうですか。じゃあちょっとアーリンさんとね、つなげてね、そうですね、なんとかしていただきましょうかね。アーリンさんのメールアドレスを教えるというやり方でしょうかね、はいはい、そうですね、うん、ということでね、はい、それでは、これ場所はどこですか。はい、場所がね、あ、書いてないな。もしかしたら、あの前のやつでね、住所がわかるかもしれませんので、関西だったらちょうどいいんですけどね。そうですね、うん、ちょっとこれね、メールとか打ってつなげてみましょうかね。そうですね、はい、ね、それでは、コロナも新種などが出回るようになりました。拝聴したところ、大阪に出向かれると聞きましたので、どうぞお気をつけてください。もうお戻りになられているでしょうけど、ということで、戻ってきましたけど、うん、なんかちょっと元気がなさそうな感じが。大阪で悪いものをなんか背負ってきましたか。悪いものを背負ってきましたよ、もう背負ってきましたが、ちょっと私に移さないようにということでねもうね、はい、下痢が止まんないですよ。止まんないんですか。ずっと下痢ですよ。それは辛いですね。ねえ、辛いです。今日すごいヤクルトさんがありますのでね、どうぞ、そうですね、飲んでみてくださいね。で、この方ね、ロザリオ間に合いませんでした涙って書いてあるけど、大丈夫ですよ。まだロザリオの申し込みをね、送ってきていただければ、うん、はい、ちょっと順番にやっていきますのでね、はい、はい、ということでね、柊木桃子さん、どうもありがとうございました、はい。次、ビンタロー先生こんばんは。ハンドルネームポコです。ポコさん、いつもアトラスラジオを楽しみに拝聴しております、うん、早速ですが、今日の午前中、2021年5月31日八王子市で、部屋が白く飛ぶほどの眩しい光が窓からバーッと差して、私は寝ていたので、なんだ眩しいなと思ってうつらうつらしていたのですが、その後起きた時に町内放送が流れ、うん、1分間の強い光がなんちゃらと聞き、あ、うん、さっきのあの眩しいのか、後でググろうと思いましたが、うん、
ググっても何も情報が出てこず、市役所に電話してみましたが、そのような放送はしていないとのこと。これ何でしょうか。5月31日に地球に何かあったのでしょうか。どこかの星の誰かからコンタクトが来たのに、私がキャッチ失敗したのでしょうか。できましたら、近道さんならわかりますでしょうか。どうかよろしくお願いいたします。嘘でも寝ぼけてもいないです。はい、東丸失調症などの類もないです。ということでね、なんでしょうね、眩しい光。なんでしょうね。ね、なんでしょう、ちょっと。わかんないですね。 UFO が来て照らしていきましたか。それでなんか強い光のなんじゃらかんじゃらって、なんじゃらかんじゃらっていう放送があったんですね、町内放送。この人は聞いたんだけども、市役所に電話したけれども、そんなことはないと、ないと、マンデラエフェクト、そうですね、マンデラエフェクトですね。また時間、世界線が変わってますねこれそういう放送があった時間軸に、最近多いんだ、多いですね、そういうのがね。何でしょうね、時間線が変わってるっていうのはね、はい、俺も感じますよ。そうですか、時間線変わってるって、はい、じゃあそういう流れになってきてるんですかねそうですね、いや僕も割と自分の仕事でいい方向に流れるようにという、はい、ことをやってますよ。はい、それいいです、時間軸を選んでますからね、はい、そうです ね、 ね、いい時間軸で、ということでちょっと不思議なお話でしたね。はい、はい、ポコさんどうもありがとうございました。よし、次が、よし、終わりですか。まだです、終わり、終わり、なんで終わらせたいんですかはい、アトラスラジオ毎回楽しく拝見させていただいております。はい、山口敏太郎先生、奥様、色気たっぷりのアイムさん、なんいいですね、意義あり、意義ありですね、これ、ね、違うんです、多分ね、アイムセクシーっていう歌ですよ、ロッド・スチュワートの、ああ、そのギャグ、そういうことのギャグですよ、きっと、なるほどちょっとね、意義ありと言われてしまいましてね、うん、はい、ということでですね、うん、虫の知らせで小さな一旦もめん目撃したことを投稿し、番組で読んでいただいた58歳の男性、ノブマンと申します、うん、小さな一旦もめん、あ、なんかね、ちょっと覚えてますよ、うん、はい、その説は開運はがきいただきましてありがとうございました、うん、機械的に宛名を印刷しているのかと思っていましたが、手書きで宛名が書いてあるのに感動しました。これね、だいたい1回目送られてきた時にもう名前登録しちゃうんですよ、名前と住所で。何回も送られてきたらもうそれを印刷してやってて、この時ね、たまたま手書きで書いたか、ね、てるみさんが手書きで書いてくださったかということですね。なるほど、次回から多分ね、機械的に印刷された宛名がいきますよ。なるほど、はい、ですね、小さな一旦もめん目撃してから37、8年が経ち、親戚も何人か亡くなっていますが、一旦もめんらしき物体はあれから一度も見ることはありませんでした、うん、最近千葉県白井市で UFO はよく見ていますが、ほう、UFO がよく出る、白いで、はい、そこで今回友達、これ、ね、名前書いてあるんですよ、友達S 君かな、今回友達、あ、違うな、 K 君だ、うん、K 君が20年ほど前に経験し私に話してくれたことを本人の許可を得て今回投稿させていただきます、うん、はい、20分の昼寝で38年の歴史、おお、20分の昼寝で、20分の昼寝で、はい、どういうことですか、ねでね、この K 君は私と中高一緒で58歳独身です、うん、20年ほど前、K 君は LP ガスのボンベを2トントラックで配達する仕事をしていました、うん、当時新築で買った一軒家に、K 君は母親と2人で暮らしていました、うん、ちなみにお母様は10年ほど前に亡くなられています、うん、10月頃の仕事が休みの日、外は雲一つないよく晴れた午前中、新築のリビングでソファーに座り、ウイスキーを飲みながら映画ビデオを見ていたそうです、うん、あ、いいですね、なんか優雅ですね、うん、そのうちに眠くなってきて少し寝ようと時計を見ると AM10 時16分だったそうです、うん、そのうちうとうとと寝入ってしまったそうです、うん、そこで K 君は夢を見たそうです、うん、
夢を見た。夢を見た。その夢は、K 君の幼少期から38歳までの生い立ちの夢を見たそうなんですが、現在の K 君の生い立ちとは違う生い立ちだったそうです。どういうこと？はい、夢の中の意識も38年間という長い歴史を背負った意識だったそうです。うん、夢の中では実際の幼稚園、学校、職場とは違うところで、K 君は暮らしていたそうです。K 君は夢の世界では結婚していて、子供もいて、女の子一人と男の子一人の4人家族。夢の世界での結婚式、子供が生まれる時も緊張しながら病院に行ったこと、子供の入園式、入学式、家族で外食したり、旅行に行ったりなどなど、夢の中での38年間の歴史をはっきり思い出せるくらい現実感があったそうです。これなんか前世とかそういうことですかね。いや、そうじゃないでしょうね。はい。前世ではない。もう一つ同じ、もう時間の流れがあったんですよ。はい。パラレルワールドが。はい。そっち側の人生を夢で見てしまった。うん。当たり前ですが、誰もが過去の思い出で思い出せるものは思い出す。うん、K 君は夢で自分だけど自分じゃない他の生活をしている K 君の過去の思い出があるとでも言いましょうか。うん、自分だけど自分じゃない。うん、夢の世界での現在、家族で夕飯を囲っている時にツージージーという音がして、なんだと思ったら夢から目が覚めたそうです。その音は明日の配達で LP ガスのボンベに追加分が出たという会社からのファックス音でした。ああ、ファックス音。なるほどね。はい、そう。いきなり夢の世界から現実の世界に戻され、どっちが本当の世界か最初困惑したそうです。時計を見ると AM10 時36分。そう、20分しか寝てなかったのです。38年間の生い立ちがたったの20分の昼寝。と、淡々と私に話してくれました。話の最後に妻と子供たちに会いたいなと男泣きしてたのが印象的でした。長文乱文すいませんでしたということで、じゃあ、どっか違う世界にもまたいるんですか。いるんでしょうね。違う世界で賑やかに暮らしている K 君がいるんでしょうね。ね、楽しかったんでしょうね、違う世界ではね。そうですか。はい、男泣きしちゃったんですね。会いたいなって。ああ、なるほどね。ね、なんか死ぬ間際ってこう走馬灯のようにそれまでの人生が浮かんでくると言いますけどね。ね、20分間で38年分の。なんか一睡の夢みたいですね。はい。知ってます？一睡の夢ですか、何ですかそれ。なんか中国から、はいはい、よし俺は出世する、役人になって出世するぞって言って出てくれたんですよ、はい、で飯屋で、はい、飯が炊き上がるまでの間こうやってクーって寝ちゃうんですよ、はい、その寝てる間に出世して、はい、落ち目になと、はい、人生を全部見ちゃうんですよ、はい、でハッと目が覚めたら、はい、飯が炊き上がるまでの間の時間だった、あ、はい、俺の人生ってのは、飯が炊き上がるまでの一睡の夢だったんだなって。はいはい、そうなんですか。でも、ね、実際はどうだかわかんないですよね。どうなんでしょうね。ずっと上り調子でとか。いや、そんな人はいませんよ。いませんね。山あり谷ありですね。ずっと谷です。なんでそんなことやるんですか。落ちないように必死にみんな必死にやってるんですよ。谷まで行かないじゃないですか、そしたらね。そう、もうクッそうそう、落ちないようにね。頑張ってるんですね。あ、そうそうね、ちょっと夢というとね、私昨日ですね、夫が生き返った夢見ちゃったんですよ。あれどうやって生き返ったのって言ったら目が覚めちゃったんで、なんかびっくりしましたね。喋ってないんですか。喋んないんですよ、生き返ってるんですよ。生き返ってそこに立ってて。なんか不思議な夢ですね。不思議でしょ。ね、だから生き返った方法を教えてほしかったんですよ。なんかね、遺体焼いちゃった後どうやって生き返ったんだろうなって。普通に歩いてるんですか。普通に立ってるんですよ。でもなんかね、地味に話しかけもせず地味に立ってるんですよ。何ですかね。何でしょうね。なんか、メッセージじゃないですか。そうかもしれませんよね。ね、はい、ということでですね、はい、はい、なんだっけ、名前がノブマンさん、どうもありがとうございました、はい。
はい、あ、次がですね、アニマルクラブがやってまいりました。あ、終わりましたか。そんな嬉しそう。はい、今日はずいぶん抑えめですね。タイおしよう、おしよう。何やってるんです。もういつも毎回笑ってしまいます。叩いてるの見てるとね。はい、山口敏太郎様、あいむさん、皆様こんにちは。小助でございます。あ、小助さん、またありがとうございます。最近ね、あのアニマルクラブもね、投稿がなくなってきてしまいまして、ね、皆さんちょっと送ってきてくださいと。はい、はい、はい、動植物に神の手をお持ちのあいむさんにお聞きしたいことがあります。神の手は持ってないですよ。はい、スイスの牧場で牛の写真を撮ったのですが、品種が分かりません、うん、てっきりブラウンスイスと思い込んでいたら、どうやら違う品種みたいです。ホルスタインじゃないし、ガンジーですかね。帰国してからというもの、スイスの牧歌的風景を懐かしむと同時に拭えない謎、うん、スイスなのにブラウンスイスじゃないという現実と、ガンジーですよと誰も太鼓判を押してくれないことに打ちひしがれています、うん、アイムさん、ガンジーですか。ということでね、ちょっと牛の写真があるんですけど、私牛全く詳しくないですよね。どうですか、牛の専門家として。牛の専門家と、ちょっと待ってください。どなたか、これ牛に詳しいアイムさんですか。ちょっと待ってください。牛は全然ね、詳しくないんですよ。ということでどうしましょうね。ということで、コメント欄にですね、この牛は何々だよと教えてくださる方がきっと現れると。ね、何でしょうね、この牛。何ですか、ね、はい、ちょっと見てみてください。あ、これはね、はい、ガンジーです。ガンジー。本当ですか。いや、適当にやること言ってます。本当ですか。ということで、どなたかちょっとこの牛の種類が分かる方ね、コメント欄にこれは何々だよと教えていただければと思いますよ。ね、小塚さんもね、そうそう、牛の、この間はヤギの写真でしたっけね。そうそうそう。ね、ありがとうございます。ということでね、うん、アニマルクラブお待ちしております。はい。はい、次が昭和ネタいきますね。昭和ネタですか。昭和ネタね、はい、どうもですね、なんかね、ノーボータルツさんのですね、お話で、うん、昭和ネタ撮っときましょうと言ったまんま、忘れ去られていたものが、うん、忘れ去られたとかって、私が忘れてたんですけどね、うん、ありますので、で、紹介しようと思ったら、なんかすごくなんかね、エロい感じのでね、うん、まあいいやと。昭和ネタいきますよ。はい、はい、ノーボータルツさん、うん、今から30年以上昔の私がバイトしていた九州最大の歓楽街、博多の中洲は、今でこそパッとしませんが、その当時は令和の現在では考えられないほど露出が激しかったものです。思い出すままに上げてみると、店先にユーロをガンガン流し、フラミンゴの扇子を持ったワンレンボディコンの女の子を踊らせて客引きする、なんとかいうランパブ、ジュリアナがまだあった時代ですからね。ランパブってわかりますか。わかりますか、先生。何ですか。ランパブ、ランジェリーパブでしょ。あ、ランジェリーパブ。また知らないふりしちゃって。はい、ね、あと、ふるっているのがパチンコ屋で5階建ての店全面をわざわざガラス張りにし、窓際にミニスカの店員を立たせて客引きをする、覗きとパチンコ屋を合わせたような店。ほう、そんなのがあるんですね。そんな中でも私が忘れられないのが、上階にあるランパブの客引きを路上でティッシュ配りする女の子にさせるのですが、その格好がまた悩ましい。スカートと呼べないほどの短いコスチュームの下はティーバッグならぬ、なんとふんどし。うん、ふんどし、またかぐやさん来ちゃいますよ。その名も、かぐやは男のふんどししか興味がないんですよ。そうだそうだ、女の子のじゃなかったんだ。女の子なんか興味ないですね。ないんですね、そうですね。はい、その名もふんどしパブデビルマンです。え、デビルマンがそんなことに使われちゃう。なんでデビルマンなのかは知りませんが、中洲大通りではかなり異彩を放っていたのは事実です。ちょうどその頃、渡辺通りにある福岡電気ホールで電気グルーヴのライブがあり、早速私は見に行ったのですが、案の定、曲の間の MC でピエール滝さんは、ふんどしパブデビルマン行こうぜ
と言っていました。あ、ピエール滝さん、あら、まあ、好きなんです ね、やっぱりね。それにしても推しも楽は令和現在これらの店は当然のようにことごとくぶっ潰れたのですが、うん、もしふんどしパブデビルマンが現在でも営業していたのなら一も二もなくふんどし大好き女子かぐやさんを私がエスコートしたに、あって書いてあるけど、かぐやさんはね、そうそう、男性のふんどし姿が好きですよ。男性の筋肉質のお尻が好きなんですよ、はい、筋肉質のお尻ですか、ね、汗臭いお尻が好きなんですそうですか、かぐやさんそうかな。ね、コメント欄にそうですとか違いますとかね、なんか入れてきそうですね。はい、返す返すも惜しまれる昭和の中洲の思い出です。アイムさんもどうですか、ふんどしに興味ありますか、ありません。なんでふんどしなんですかね。いやいや、別に全く興味ありませんでございます。はいはい、ということで先生何かありますか、見解は。見解って言ったらあれだけどね、昭和の なんでデビルマンなんですかね。ねえ、デビルマン、ふんどし、ふんどしの方がティーバッグよりも刺激的ですか。ティーバッグの方が刺激的だと思いますけどね。そうですよ、なんか なんでふんどしなんだろう、ちょっとわかんないですね。わかりませんね。興奮するんじゃないですか、ふんどしの方が。ふんどしの方がね、そういうこともあるんですね、うん、はい、ということで、はい、ノーボータルスさんどうもありがとうございました。はい、はい、ということでね、はい、前半はこんなもんです。こんなもんですか。はい、で後半はまた明日に続くって、はい、続く、はい、うん、後半次の日に撮るのって珍しいですね。珍しいですね、いろいろと ね、なんかありますからね、スケジュール的にね。そうですね、はい、ロザリオの発想、発想とかね、はい、に集中してくださいよ。そうですね、はい、はい、メール、待っております。 TOKUSHIMA5566 @yahoo.co.jp 徳島5566 @yahoo.co.jp までお願いします。おはがき、お手紙も待っております。千葉県船橋市新高根6-27に株式会社山口敏太郎タートルカンパニーまでお願いします。お便り宅配便どしどし待っております。宅配便待ってるんですか。宅配便待ってますよ。待ってますか。待ってますよ。ちょい、おねだりしてます。いやいや、はい、なんか物を送ってくれとか言ってるわけじゃないですよ。いやいやいや、案に送ってくれって言ってますよ。あ、そうですか。はい、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ノートで、帝国侵略編第2巻売っております。まあいろいろ頑張っておりますので皆さんよろしくお願いいたします。それではまた次回も不思議の世界であなたとお会いしましょう。それではさようなら。さようなら。後半に続く、はい。